年収アップしたければその発言は絶対に NG です。どうもこんにちは、滑らないキャリアエージェント代表の末永です。今回は年収交渉で絶対に言ってはいけない発言について、今まで4000人以上の転職者の支援をしてきた転職エージェントとしてご紹介させていただきます。このチャンネルでは理想のキャリアを実現するための情報を発信していますので、ぜひチャンネル登録お願いします。皆さん、世の中の人の転職理由第1位は何だと思いますか？リューダが公開している転職者に対するアンケートで転職理由ランキングというものがあります。そのアンケートのトップ3は、第3位、会社の評価方法に不満があった。第2位、昇進キャリアアップが望めない。第1位、給与が低い、昇給が見込めないなんです。さらに第1位はアンケートに回答した割合は実に約4割を占めていたそうです。多くの人は自分の年収を上げたいと思っているのです。ですが一方で、年収を上げたくて実際に転職で上がる人は実に3割しかいないというデータも厚生労働省から発表されています。つまり多くの人は年収を上げたいと思い転職を決意するが、実際に年収を上げられる人は3割しかいないという事実があるのです。もちろん私自身も何度も動画で発信していますが、特に未経験転職のケースですと年収は必然的に下がってしまう確率が高くなります。そのため一概にこの数字が不当だとも思いません。しかし私が日々転職支援をしている中で、明らかに年収が上がるような経歴やポテンシャルを持っているにもかかわらず、年収を交渉するたった一つの発言で人事に懸念を持たれてしまい、お見送りになってしまう、実力よりも低く評価されオファー年収が下がってしまうなどのケースが多く見てきました。それほど自分の年収を交渉するという行為は非常に難しいのです。そこで今回は年収交渉で絶対に言ってはいけない発言3選をテーマに、実際に皆さんが年収交渉をする上で企業からの評価を下げずに年収を確実に上げていく方法を伝授できればと思います。まず年収交渉で絶対に言ってはいけない発言1つ目は、人事からなぜその希望年収なのかと聞かれた際に、なんとなく上げたい、高ければ高いほどいいからと曖昧な回答をしてしまうことです。企業にとって採用活動とは投資です。そのため年収を提示額や現職の年収よりも高くしてもらうよう伝える場合は、企業に利益貢献できる旨を伝えた上で年収を上げてもらえるよう交渉しなければいけません。その際に必要なこととしては、自分がどう利益貢献できるか、その上でなぜ提示や今の年収よりも高い金額を希望しているのかをしっかり説明することです。特に2つ目が大事で、例えば家族を養っており、生活最低水準を担保するために必要、記者と同業種で同じようなポジションで内定をいただいている企業があり、その企業から記者よりも高い金額でオファーされたから、現職で記者の業務と似たプロジェクトを任されたことがあり知見があるからなど、なぜ上げたいのか、どうして上がると思うのかというロジックの説明が必要です。これがないとビジネスパーソンではなく子供や学生のわがままと捉えられてしまい、面接中での評価を落としてしまいます。逆に言えば、もし特に上げたい理由、年収が上がると思う理由を企業に伝えられない場合は、年収交渉を自分でするのは控えて転職エージェントなどに任せることをお勧めします。転職エージェントはどのような経験の人がどれくらいの年収が出るのかなどの情報は、会社としても個人としてもデータを蓄積しています。そのため企業に年収交渉をする場合は、これらのデータを用いて年収アップの正当性を持った上で交渉してくれます。また転職エージェントは転職者の人が入社承諾した場合、企業から候補者の方のオファー年収の 35% をもらう契約にしているエージェントが大半です。つまりあなたの年収アップは転職エージェントの利益にもつながるので、積極的に交渉に取り組んでくれると思います。続いて年収交渉で絶対に言ってはいけない発言2つ目は、未経験業界や職種で現職の年収よりも大きく上がる金額を希望するです。1つ目の交渉はあくまで経験したことのある職種や業界への転職、つまり即戦力採用や経験者採用の場合に使える手段です。逆に平均年収が高い業界や企業への転職を除けば、基本的には現年収の維持か少しダウンで落ち着くのが一般的です。未経験での転職で年収が上がることはそもそも稀であるということは覚えておいてください。なぜならば未経験の人材を会社で受け入れる場合、
基本的に会社としての採用メリットは経験者を採用するよりはもちろん低く、育成コストがかかってしまうためです。一般的に未経験の人を採用した場合、1年目は育成コストがかかり赤字、2年目で一人前となり黒字赤字のトントンライン、3年目でようやく黒字になると言われております。そのため安易に現職以上の年収にしてくれと提案することは、採用するだけでも1年目は赤字なのにさらにその赤字の幅を増やしてくれと提案しているようなものなのです。もし1つ目の発言で解説したように、生活水準を脅かすような年収提示だった場合は、自分が現職の経験を生かして未経験でもどれだけ活躍できるかを具体的に話した上で、年収を上げなければいけない理由を話すか、そもそも平均年収が高い業界、職種、企業に再度的を絞り、転職活動をやり直すことをお勧めします。最後に、年収交渉で絶対に言ってはいけない発言3つ目は、面接で待遇面を気にした発言、質問ばかりするです。これは発言というよりタイミングの話なのですが、面接時はあくまで自分の価値や貢献をアピールする場です。そのため、先ほど説明したような年収交渉のタイミングはそもそも内定が出てから行うべきです。それなのに会社の平均年収を質問する、転職理由が条件面、年収面ばかりなど、面接中の段階で年収を気にするような発言をし続けると、面接官にとっては悪い印象を与えることになってしまいます。発言一つ目のところでも解説しましたが、企業にとって採用とは投資です。そのため、自分が利益貢献できることを前提として話をしないと、そもそも面接官はあなたの価値が判断できず、この人はギバーではなくテイカーだな、正当な評価を上げていなくても入社後も給料アップを要求してこようとするなと思われてしまい、お見送りになってしまいます。そのため、面接中ではあくまで自分を評価してもらうことに集中し、内定をもらってから年収交渉を行うようにしましょう。まとめの前にお知らせです。弊社アクシス株式会社では、転職を前提としない有料キャリアコーチングサービス、マジキャリを提供しています。理想のキャリアになるために必要な自己分析やキャリアの棚卸しを、プロのキャリアコーチが徹底的にサポートさせていただきます。キャリアに関する悩みを抱えている方、初回限定の無料キャリア面談でお待ちしておりますので、ぜひ概要欄をチェックしてください。また自分の市場価値に不安がある方に向けて、1分で完了する無料の市場価値診断サービスを LINE で提供しています。キャリアに関する有益な情報を発信していますので、概要欄から気軽に友達追加してみてください。いかがでしたでしょうか。今回は年収交渉で言ってはいけない発言について解説させていただきました。最後に、皆さんに年収交渉を成功させるたった一つの秘訣をお伝えさせていただきます。それは、この動画内で何度もお伝えしておりますが、まず企業に自分がどう貢献できるかという自分の価値を伝えることです。ここで、この人はぜひ採用したい、すぐに活躍してくれそうだなと思わせることができれば、そもそも年収交渉をするまでもなく高年収でオファーしてくれるはずです。この順番を飛ばしていきなり自分の年収を上げることを提案してしまう転職者の人を私は何人も見てきました。それでは上がる年収も上がりません。まずは企業があなたに何を求めているのかをしっかり理解した上で面接に臨むようにしましょう。このチャンネルでは、転職やキャリアに関する動画を実写動画とアニメーション動画で配信しています。アニメーション動画は週1回、実写動画は週1から2回で配信しています。ぜひチャンネル登録と高評価をしていただけると幸いです。もし皆さんの中で取り上げてほしいテーマなどをお持ちの方がいらっしゃれば、感想とともにぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。